前田内から見た、聖電主郎達山寺は、台湾の寺院。台湾各地に存在するが、香港では、台北四万岳に位置する達山寺を解説する。地図正式には、達山寺と称するが、地元でも単に、達山寺と呼ばれることが多い。1738年、福建省泉州から渡来した人々により、復建信仰やスカイリュー山寺の分霊として、 創建された。日本統治時代の1919 19年に大規模な修繕が行われている福建泉州からの大工東寮の大増順が設計志向を担当した。台北市内で最古の寺院であり、国家戸籍であるとともに、台北101、国立呼吸博物院、中世記念堂と並ぶ台北市の4大外国人観光地とされる。清水岩を 大流保安宮と並ぶ、台北の三大病門と言われる。本尊は、漢字音菩薩であるが、現在では、道教や儒教など様々な宗教と集合しており、孔子や官邸、魔祖など、祀られている神は大小合わせて100以上に及ぶ。人々は、様々な神が祀られた7つの航路を順に、回りながら、それぞれの神に参拝する。地震や火災によって何度か損傷し、 また、日本時代には学校として接収された時期もあったが、その度に再建、修理がなされてきた。1985年に台北の一佐田戸籍に指定された。また1986年、戒厳令に基づく言論統制に反対する人々が決起した519、緑色運動の舞台となった場所でもある。2018年11月に、 国定古籍に昇格。周辺では、夜市が開かれ、蛇料理の店を特色とする観光名所となっている。店頭に生きた蛇が陳列してあり、蛇を裁くパフォーマンスが行われる。発表順、ありがとうございます。